Hello, and welcome on board this LNER Azuma to London King's Cross. ロンドンの日本人クリニック、日本人のお医者さんが経営している日本人向けのクリニックに健康診断に行きます。今イギリスはですね、全国的に UK はナショナルロックダウンに入ってまして、外出制限がされています。基本こう生活用品とか、スーパーとかは開いてるんですけれども、カフェとか店内飲食は完全にできない状況ですし、またスポーツショップとか、そういったものも全部閉まってます。エクササイズですとか、軽い運動とかは許可されてるんですけどね。ちなみに私はこういう、ちょっと外出 OK の許可を、のレターがあるので、例えば街で警察の方にですね、止められたり、出歩いていても一応許可が降りているという状況です。キングスクロス駅、ロンドンの中心地に行く電車なんですけど、アズマという名前です。日本の多分技術が多分採用されている電車なんでしょうね。なんでアズマと日本名がついてます。非常に乗り心地も良くて、新幹線並み、特急とか軽い新幹線並みの快適さなんですけど、
ロンドンです。まあ、今全く周辺10メートルに人がいないんでマスクをちょっと外してますけれども、まあ死者数もかなり高い率で出てしまっているということで、完全にナショナルロックダウン中のロンドンを撮らせていただいてます。基本オフィスもクローズしてますし、まあカフェもやってても非常に時間短縮で営業していたりとか、まああとは公園のような場所、パブリックなスペースところでは結構ジョギングをしたりとか、そういうエクササイズをして、まあ、健康管理をしているような人たちが結構いますね。人気が全くないわけじゃないんですけども、まあ、基本は全てテイクアウトのみということで、あとはスーパーが基本やってますけども、はい、まあ、多少時短営業してる感じで、やってます。人がいないとね、なんか寂しいですね。いい場所もいい街も人がいてこそかなと思います。ロックダウン中ということでステイホームなんですけれども、街を歩いてる人たちはまあ外で結構距離が取れる環境であればマスクをしてない人たちも結構いますね。もちろんパブリックなそういう地下鉄とかはまあ完全にしなければいけないというふうに、通知されてまして、基本はもちろんマスクをしています。通常であればセントパンクラス駅から、ユーロスターでフランスに行くことができるんですけど、実際にそのような国境を越えてユーロスターが運行しているのかチェックしてみたいと思います。フランス、パリからセントパンクラスまでのユーロスターは運行してますね。ただこのイギリスからパリまでが出てるのかどうか、まあさすがに向こうから来るの OK でこっちから行くのダメってことはないでしょうけどね。どうなんでしょうか。いやダメですね。今ちょっとチケット売り場の係の人に聞いたんですけれども、今のイギリスからフランスに行く便乗れるのはエッセンシャル、そういう特別な事情を持ってる人、まあ、向こうに住んでる人、居住してる人とか以外は
乗ることができないそうです、ビジネスでも不可っていうことで、基本もうツーリストも完全に無理ですね、一応便は出てるんですけれども、そういった特別な事情を持ってる人、在住の人以外はイギリスからパリにユーロスターで行くことはできません。ヨーロッパね、地理的にはどこも行けるぐらい近いですけど、今は完全にロックダウン中ということで往来ができません。街中のプレットはほとんど閉まってましたけどね、セントパンクラスは営業してます。スタバもやってますし、セントパンクラスは結構あのスーパーマーク&スペンサーもやってますしね、最低限まあ快適に普通にサンドイッチとかいろんなもの買えますね。これは助かる。This is a safety announcement. Due to today's inclement weather, please take extra care whilst on the station. Surfaces may